今回はですね、胸が壊れた女の子を描いてみたので、胸が壊れた女の子の描き方を、説明できたらと思います。はい、完璧壊れてますね、これは。はい、漫画を描こう。今日で第7回ですかね。まあ今までその、なんていうんですかね、1ページ丸々、その1コマ目から、解説したんですけど、まあ今日からは、そのタイトルとなっているコマから先に、こうやって作画の風景を見せても足らないなと思います。はい。まあ、初めにね、目を描いていますね。なんかね、できれば下書きからね、お見せしたいなっていうのがあるんですけどね、なんかね、やっぱね、下書きが最近全てだなって思った。結局こうやって見ると、もう塗り絵っていうかもうなぞってるだけ。下書きにある、下書きに線、ある線をなぞるだけだから、やっぱり絵の本質って多分下書きだと思うんだけど、やっぱりね、下書きってね、やっぱり集中力が半端ないと俺は思うんですよ。絵の中で一番集中するから、なんかそういうカメラをつけてたりとかすると、なんかね、ちょっと気が散っちゃっていい下書きが書けないんじゃないかなって。まあ、もうこうなっちゃうと、まあ YouTube つけたりとか、ラジオつけたりとか、テレビつけたりとか、何でも、どんな状態でも多分書けるかな。人と話してても書けるんじゃないかな。まあ、下書きっていうガイドがあるからね。で、まあそういった意味合いで、まあ、この女の子を書いているんですけど、はい、ちょっと止めますね。はい、ちょっと止めます。はい。まあね、胸が壊れてる。まあ、この子ロボットなんですよ。なんていうんですかね。こういう、なんていうんですかね、ものが、その、まあ、服のシワとかもそうなんですけど、やっぱり、まあ、丸い穴でいいんですけど、この丸い穴がね、まあ花で言ったらバラみたいに、ちょっと手前にあったり、奥にあったりとか、そういう凹凸が、なんか表現できたらいいなっていうので、そう、やっぱ服のシワとかそういうなんですかね、金属の折れ目とかこういったのってやっぱ気を使いますよね。ちゃんと穴が開いて、そこから金属が飛び散ってる、まあ、花みたいに開いてるようにっていう、そうですね、服のシワ、まあここも服のシワ描くんですけど、やっぱりそのなんですかね、この生地って多分薄いと思うんですよと思うんですよって知らないけど、まあ女の子のこの服の生地はワンピースで薄くて、薄い場合はね、やっぱこう線がこう線と線が近い、まあ、どういうことかって言ったら、分厚い生地ほど線と線が離れてるんですよ。だってその、なんていうんですかね、薄い生地は折り曲げられるけど、分厚い生地って折り曲げ、そんなそう簡単に折り曲げられないじゃないですか。だから、なんですかね、シワの数とかで、やっぱその生地の材質の厚みってわかるから、やっぱりシワが多いものほど生地が薄い。だからさっき書いた金属の、胸の金属がこう、はだけるところは、意外とシワ感覚が遠い。まあこれはその金属の厚みを、まあシワで表現できたらなっていうか、この生地はね、結構薄いからね、なんか肌にまとわりつくような感じでね、かけたらいいなって思って、むやみにね、シワを増やしてますね。まあやっぱ、シワ、まあ、こう、漫画ってモノクロだから、どうしてもそのカラーと違って、この材質とかをね、やっぱり線で表現しなくちゃいけないから、そのまあこういうね、薄い生地にはこうやって線をガシガシ入れるとなんか薄いんじゃないかなって、まあこれが分厚い生地には多分見えないと思うんだよね。だからまあ服の生地に合わせてシワの量を変えたりするのがいいんじゃないかなと思っていますね。なんかシワの線入れすぎなのかな。まあこれどうですかね。ちょっと止めますね。まあシワ入れすぎなのかな。わからないな。でも髪の毛はいい感じになってるような気がして、
で、まあこのリボンはやっぱり生地が分厚いから、これにシャッシャシャッシャ線を入れまくると本当にピラッピラの生地見えるから、これすごい、このリボンってこれシワ、このここの真ん中のシワぐらい、まあ、これでこのリボンの硬さっていうのがちょっと表現できたらなと思って。でも次はトーンですね。もちろんトーンってきっと鍵をつけるためにあるんだけれども、やっぱり見ても浮かび上がる漫画って結局なんていうのかな、リアルな表現もあるだろうけど、やっぱり見てもらいたいとこ、やっぱり目ってやっぱ浮かび上がらしたいところだから、やっぱりこのまぶたの、そのまぶたのまつげか、まつげがこの子白いから、やっぱり白いと目力が弱くなっちゃうから、こうまつげの下にねトーンを置いたりして目を見やすくする。あ、すいません、自分ゲーム作ってるんで、この漫画無料で公開していて、でゲーム売ったりしてお金稼いでるんで、すいません、よろしくお願いします。まあ今の部分もこう打たれたところがもう少し浮かび上がってほしいから、ここにね影を置いたりとか、なんか絵が浮かび上がってないところな、絵が浮かび上がってないなって思うところ、まあここにウエストがあるかどうかっていうね、その服のワンピースと上と下がさ、区別しづらいから、ここに影を置くことで、まあ、なんだろうな、服が浮かび上がるっていうか、なんでもかんでも影をつけるっていうよりかは、まあ、この絵がパッと見やすくなるような影のつけ方がいいのかな、なんて思いつつ、はい。で、これから人物の背景を描くんで、この人物に背景を描くときは、まあ、一旦この人物と背景、まあ、背景を透明レイヤーにして人物を白レイヤーにするんですよ。で、まあ白、今背景白の状態で人物に白を塗れないっていうか、塗ると分かりづらいから、とりあえず分かりやすく、まあ、人物を赤にして、で緑をカットして、で白を残しましたね、はい。なので見づらいんですけど、このレイヤーは人物のみが白くなっていて背景は透明なんですよね、はい。ここから背景を描く。まあね、背景もやっぱり背景も、まあ、ここは結構主人公の女の子の黒髪の女の子をね、ななみちゃんって子がね突き放すシーンで、結構そのなんですかね、距離のある、距離を感じるシーンにしたくて、なんか背景にね、こうが汚らしい感じで、汚い背景が描きたかったかもしれないけど、なんかなんていうの、殺伐とした空気を出したかったんだろうね。まああるあるだよね。なんかまあ抱き合ってる最中にね、バラを飛ばせばハッピーだし、やっぱり、ね、ドラゴンボールだけどね、ドラゴンボールのね、なんかセルの周りか、フリーザの周りにね、うねうね うねるオーラみたいなのがあると、なんか険悪な空気みたいな、まあよくわかりませんが、まあちょっと引いた感じで、なんか小汚い背景を描けば、なんか突き放してるような空気感が出せるんじゃないかなって。まあ、背景も舞台のセットですからね。この舞台のセットが、このコマに与える心理的影響を考慮して、まあ、背景楽しいからね。こういう棚、俺ね、棚にこうやって物を、ね、置いていくの大好きなんだよね、なんか。俺の部屋も基本汚いから、まあ、なんかトイレットペーパーあったり、なんかこう、なんかね、こういう紐があったりとかさ、まあ、ちょっと俺のこういう引き出しというか、こういうゴミゴミしたものをね、書く、ちょっと引き出しが少ないんだけど、まあ、雑巾置いたりとかね。だからこれ楽しいんだよね。なんていうのか、動物の森感っていうか、動物の森とかやらないけど、なんかこの空間をね、作ってってる、これスポンジですね。はい、やっぱり雑巾とスポンジワンセットで、最近やっぱ定規を使わないとは言ってますけど、あからさまに直線の場所で、そのパースがない背景にはまあ、定規を置いてもいいのかなって。でもただあれですね、その、クリップスタジオっていうソフトを使ってるんですけど、クリップスタジオの定規じゃなくて、ガチの定規を置いてますね。なんかそっちの方がアナログ感があっていいかなって。本当にクリップスタジオの定規って癖がないっていうか、絶対に狂いのない定規だから、なんていうのかな、狂いのない定規って基本的に 3D モデリングとかと同じような意味合いに俺はなっちゃうと思っていて、人の手って絶対狂いがあるじゃないですか。だからなんか定規の方が多少の狂いが生まれるのかななんて。今こう人物の裏に、こう人物の裏にこうやって影を置いてるじゃないですか。まあこれも心理的影響というか、
まあ、ハッピーじゃないよねっていう、この七宮典子の人形じゃないっていう、まあ、ちょっとそのこの人形の持ち主に対して、ロボットの持ち主に対してちょっと謀反してるというか、こう人物の落下にこういう影を置くとね、なんかどんよりとした空気になるっていうか、最後にあれですね、浮かび上がってないところ、まあ、この胸が貫かれてるところがもう少し印象的に描きたかったから、まあ、こうやって線を増やしてるんですかね。で最後のこの子はね、ロボットだから、死体に標識があって、はい、エマージェンシーモードで、はい、ちょっと壊れてるんで、エラーが出てますねっていうので、このね EMG っていうのもね、昔はねフォントでやってたんだよね。でもね、やっぱり手書きがいい、手書きがいいっていうか、やっぱりね全てにね、なんていうのかな、統一感がない感じに終わらしたいんだろうね、標識とかも。あ、すいません。まあ、てな感じで、一旦これでさっきのコマは終わりですね。で、残りのコマ、まあ、先にこっち書いてるんですけど、ごめんなさい、なんかやっぱ説明してないな。まあ、先にちょっと説明したいコマを見せたんで、ちょっと後から、この上のコマ、まあ、のりこちゃんっていう主人公の、すいません、自分店やってるんで、ごめんなさい、宣伝です。自分店やってるんで、よかったら遊びに来てください。はい。なんかね、今度ね、ラム酒を果物でつけてね、なんか高い値段で売ろうとしてる。ちょっとね、売ろう、高い値段っていうか、やっぱね、最近すごいね、本当に円安でね、何でも酒が高い。この子は黒髪でね、この子もちょっと失敗したかなっていうか、ここまで目をね、キラキラしなくてよかったかなって。やっぱり、このシーンで伝えたいことを、なんか伝えなくちゃいけないから、まあ、最近なんか人の目に目力を持たせようと思って必死になっちゃって、ちょっと過剰にキラキラさせちゃいましたね。もう少しなんか絶望的な目にすればよかったなって。そう、なんか綺麗に描きたいっていう気持ちよりか、やっぱりそのコマにとって重要な情報を与えるっていうのがね、やっぱ優先して描けたらなと思って、はい。なんかマウスポインター邪魔ですね、ずっとあると。まあそんな感じで、もうちょっとちゃちゃっと、まあそんな感じでね、のりこちゃんの髪、まあちょっと髪ね、はい、すいません、ツイッターで漫画公開してるんで、毎日ねこうやって更新してるんで、よかったら見に来てください。はい、まあこう初めにね、黒はね大まかにベタを置いてから、あと細かくやりすぎない方がいいね。あんまりガシャガシャやると、ガシャガシャやってるけど、なるべく白に隙間を持たすようにしてるね。これも、まあね、いいのかなと思いつつやりつつあるけど、今時じゃない、昭和だよね。もう昭和の髪の付け方だけど、なんかね、やっぱり年齢が言わしてんのかね。で、まあ最後にちょっと、ね、髪にちょっとふんわりとした。まあね、毎回になっちゃうけどね、やっぱね、その、この状態だと髪の光沢が一方的すぎるから、すごい気持ち悪いから、ちょっとね、その角度の違う髪をね増やすことによってね、ナチュラルさをね、ナチュラルヘアにしたいなって思ってますね。はい、耳かいて、耳ね、耳って何なんだろうね。すっごい適当に描いてるけど、本当に適当でいいのかな。まあ最後にね、こう目、やっぱり目にベタを置いて、ベタじゃないや、本を置いて、ここまでキラキラさせる必要なかったかな。ちょっとこの子、あの前にちょっと男性に殴られてるんで、あの男女平等な漫画なんで、あのちょっと怪我してるんですよね。まあそんな感じで、今回これで、上下合わせて終了ですかね。はい。違う、七宮のりこの人形じゃない、はい、声優目指したんで、ちょっと感情込めて。どうかな、なんかその、説明したいコマから今回先にやってみたけど、あれなんか右と左のコマの大きさが違うな。まあいいや。てな感じで、毎日 Twitter で漫画更新中です。はい。YouTube、Twitter フォローお願いします。はい。以上ですね。また次回もよろしくお願いします。まあでもこれでこの回終わりなのかな。この回ってこの輪がね。